さあもちろんこのカードですが、まあお互い多分相当やってるし、かなりやってますね。そうですね。まあガクト君は光さんともやってるんで、どちらかというとガクトさんの方が対マリオの経験多いかもしれないですね、はい、そうですね。さあまずはもちろんポンプを貯めると、お互い戦場も台があるステージがネスはやりたくなくて、はい、マリオ側は沢村がやりたくない、ね、村町も空中映画あるので若干厳しいといったところで利害が一致して終点だったんでしょうね。おっと反転つかみからの空中前、空中前2回目繋がらず、さあしかしまだマリオの火力コンボは健在なので1回掴んでしまえばといったところだが、ネスは空中のあの軌道を使った攻めも非常に強いキャラクターなんですけど、はい、それ以上にネス使いが非常の意味合いが非常に強いですよね。そうですね、技を押し付けたり、はい、技が相手が振りたくなるタイミングでしっかりと引き切って、はい、差し返しを狙うといった差し回りが非常に光るようなプレイヤーが多い印象があります。おっとこれは今のは多分踏んでからがちょっと感性がついてしまったっていったところですかね。若干慎重さもあったのかな。そうですね、マルスだったら結構確定で見つけから撃墜を狙えるではあるんですが、ネスはちょっと難しいですね。さあネス側としてはもう少しパーセント貯めておきたいところ、空中潮の相打ち、これは相当美味しいが、3台外出して空中前で、これはジャンプがないのできついのでは。そうですね、ウェビー復帰に空中 N、 あの空中ニュートラル非常に硬いんですよね判定が。そうですね、判定自体はマルスのウェビーなんかもあれで一方的に勝って剣に勝てるんですか。剣に勝てます。ていうかマルスのウェビーは、はい、そもそも本体判定が非常に、ああなるほどなるほど、本体自体は、はい、打ったところですね。ジャンプさえ使わせてしまえばもう基礎の展開で必ず勝てると。はい。さあ一転してネス側を崖攻めだったが、このパーセントになるとマリオ側としては結構火力を稼ぎづらいじゃないですか。ですね。だから撃墜までに結構タッチが必要なんですね。特にネスに関しては、はい、うまくスマッシュを噛み合わせるしか撃墜の方法が取れないので。そうですね、まあ復帰阻止もそこまでうまく刺さらないと。おっといい反応ですね。なんか隣にプレッシャーがかけてくるんですが、一人いますね。見てますね。あ、上スマッシュはガードスキル、撃墜タグだけは通さないといった。うまい、今ので PK ファイヤー、あーこれはうわー関係ねえと。空中の感性強すぎません。次回作残ってるんですかね。絶対残るんじゃないですか。さあここで撃墜しておきたい沸騰選手だが、しかしまあもちろんジャンプ上がり、ダッシュアタックではなく上様を狙っていたんでしょうが、ちょっとあーこれは今度は横移動が足りないと。うまい。さあこの空中 N、 ジャンプを潰すタックとしては非常に強い。ああジャンプがないのでもちろん下から復帰。おっと、おー今の若干後ろに下がりましたね。そうですね、タッチキャンからの掴みだったんでしょうね。うまいですね、あれを強気な、まあ撃墜タックをガンガン狙っていくと。お、PK フラッシュ、なんかやってる、なんかやってる。これ後付きあんまりないんですよね。なるほど、今の知らない人は引っかかりますね。そうですね、案外引っかかるんですよ。しかしここは後ろ投げで撃墜、見事。このカードどうですか、新しいセットアップをどんどん見せていきますね、ガクトネス。そうですね、まあ見ない、見れ、普段見ないようなタックをガンガン狙ってくるって感じですね。あ、俺はいいよ。見切りでってか、普通に映ってる。こっちは映ってる。さあ、たまらずキャラをルイージに。ルイージ、このマッチアップ、実は僕そんな知らないんですよね。あんまり見ないというか、まあお互い近づきづらいと思うんですよね。ネス側は、はい、ルイージに対して掴みをさせたくないから。そうですね、空中からの差し込みが増えるんですかね。ただこのファイアボール自体がマリオよりルイージの方が絶対に面倒くさいので、はいはいはい、まあそういう面でちょっと近づきづらいところあるのかなと。うまい、ジャンプを潰せるようなウエスマでしたね。ネスとしてはルイージが止まっているところに対して掴まれない位置でジャンプをしたかったんですけど、しっかりとそこにダッシュからのウエスマッシュをすることで、はい、不意の一撃を食らわせることができましたね。若干前を近づけることで届かないと思ってたジャンプが潰されたとですね。ルイージダッシュの初速も速いので、そうですね、ああいうような不意な上スマッシュ結構反応できないんですよね。なるほどなるほど。おっと下 B で回収する、こまめな回収結構大事なんですよね。大事ですね、貯金は一回いっぱい貯めに行った方がね、あとあと得するので。空中昇でパーセント逆転、これがきついですね。ルイージ空中ニュートラルでうまく消しはしましたが、あれ崖里なんかも PK サンダーに合わせると結構とがめる手段がないので。そうですね。おっとなんだ
なんか下から潰されたくないといったところで早めのタクだったんでしょう。あーこれきつい。あー掴み抜け滑りすぎじゃないですか。何もないですね。そう、何も起こんないですね。文字通り何も起きない。うまい。おっと、空中 N に対しては空中上で半角を取ると、ルイージ、崖上がりが非常に弱いキャラクターなので、そうですね、あれな感じで回避上がり以外のタクを通したときにあそこでガード張られてると結構やることもないんですよね。そうですね、まあジャンプ上がりでサイクロンで荒らすとかそれくらいですよね。ですね、ジャンプ上がりをしてもネスは空中上がタク崖があるので、相手、はい、の状況になってしまうともうかなりきついと。そもそも状況がきついとですね。まあガクト選手ネス使いとしては、まあ、珍しくと言ってもちょっとあれなんですけど、崖狩るの非常にうまいですよね。あ、実はネスって崖強いんですよ。案外強いんですか。強いです、案外強いです。タランジットさんは気づくのに3年かかったそうなんですけど。おっと、これはうまくない。うまくない。ジャンプあった、最後下がったね。あー、まあ上 B でしょうね。今のは上 B の棒、上 B を打ってターン継続をしたかったんでしょうね、はい、そうですね。上 B かつ当てチョリーンだったら相手が上 B を使わざるを得ない状況になるので、はい、なるほど。その状況で下 B を使えば非常に楽に起死ができるんですが、急降下から上 B をしたら、上入力がちょっと遅くて下 B になってしまったといったところですかね。